ミワチャンネル突撃長田町そんな時には乳腺大革命2にお任せ。洗いながら除菌と脱臭ができる乳腺大革命2、ご覧のお店で買ってね。今日は今野東参議院議員からのご紹介で平岡秀夫代議士のお部屋に来ております。この方です。秘書の大畑さんです。よろしくお願いします。秘書の石田さんです。先生どんな方でしょうか。真面目な人です。真面目なんですか。そうです。本当ですか。ええ、それでは言って、はい、それでは、はい、わかりました。行ってきます。ミワチャンネルです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。昨日は民主党の、まあ、民主党の元民主党の河村たかしさんが名古屋で市長選に勝ちましたね、うん、はい、どうですか。勝って当然ですか。ある意味では当然ですね。あ、そうですか、うん、まあ、勝ったと言って喜んでられない情勢という感じですかね。国政の方は、まあ、喜んではおれないですね。 あれはやっぱり河村さんのね、高橋さんの、はい、やっぱり個性っていうかね、うん、やっぱり庶民性がある、ね、言ってることが本当にこう、皆さんに共感を持ってもらえる、はい、まあ、そういう人だから あれだけの票が集まったんだと思いますね。そうですね、はい、地元には密着って感じでしたけど、結構永田町では浮いてた感じしませんか、うん、そう、バラエちゃん、まあ、独特でしたよね。そうですね、まあ、愛される存在ではあったと思いますけどね。そうですね。でもまあ彼に、ついていって、大丈夫かということになるとね、どこ行くか分かんないから、ね、ついていっちゃいけないなっていう。そうですよね独特ですからね、はい、だから彼がね市長になってね、はい、大事なのはやっぱり副市長さんをね、どういう人にするかですよ。あ、もう民主党内でそういうふうに支えかれてるんですね。次に当選するかしないか決まるじゃないですか、はい、本当ですか。まあね、はい、よかったです。はい、この番組はですね、バトンリレー方式で進んでおりまして、うん、はいはい、民主党の右長島昭久代議士から始まりまして、はい、ずっと続いております、はい、そして今野、東さんからのご紹介で、うん、やってまいりました、はい、今野さんとはどんなご関係ですか。今彼ね参議院議員なんだけど、あ、そうですよね、最初の当選が2000年なんですよ、はい、で当選同期なんですね。あ、そうですね。それ、まあ、それ以来のお付き合いということで、そう、はい、今ちゃんはすぐ辞められてしまって、すぐじゃないんだけど1期目の途中で、いや2期目じゃないですか。あ、2期目でしたっけ。おっしゃってましたよね。はい、はい、あとですね、この番組が誕生花を渡すことになっておりまして、うん、はい、1月14日目ということで、シンピジウムで高貴な美人というのが花言葉です。あ、シンピジウムです。素晴らしいですね。どうしたらいいですか。持ってくる。あ、こちらに。 ありがとうございます。はい、この番組はですね、先月は72万アクセスありまして、比較的若い世代が見ておりますので、うん、そういう人たちが参加で政治参加できるようなお話をしていただけたらなというふうに思っております。はいはい、趣味は何ですか。まあいろいろですね。まあスポーツも好きだし、はい、からね、勝負事も好きなんですよ。勝負、博打ですか。いや、博打じゃない。あれは賭け事。あ、そうですか。勝負事っていうのはね、はい、やっぱりこう、囲碁とかね。囲碁とかね。将棋とかね。じゃあ小沢さんとやられたりするんですか。小沢さんとはやったことないです。やったことないですか。はい、あの方はね、あれですよ。女子プロとやるのがお好きなようですから。あ、そうですか。目指されたらどうでしょう。わかりました。はい、ね、頑張ります。はい、好きな本は何ですか。まあ、大体ここに並んでるようなんですかね。どっちかっていうと、あんまりこの、フィクションよりはノンフィクション、はい、社会ものが好きですかね。これくらい高学歴だとね、人の作り話が読んでられるかよなんて感じで。いや、そんな普通なことやっぱりね、子供の時にね、やっぱりこう、小説読むんでね、ものすごくこう自分なりに感動してしすぎちゃうんです。例えば何で感動しましたか。小さい頃は、幼少の頃はきっとこう優秀だったと思うんですよ。いやいや、若き日の思い出とかね、知ってます。全然知らないです。芥川龍之介。そうなんですか。そのような時、俺もこんななっちゃうのかなとかってね、
すごくこう あまりにもこう自分にね、こう影響が大きすぎたような気がするので、少し意識的にね、そういうものじゃなくて、まあ、現実を知識欲に行くようなものとかね、勝負ごとに資するようなものとか、はい、はい、好きな映画は何でしょうか。それ映画のタイトルですか。タイトル、例えば釣りバカにしとか。そうです。映画はやっぱりいろんなもの好きですね。そうですか。これが好きっていうものじゃなくて、いろんな映画好きです。はい、ちなみに、はい、一番最近に見た映画は、はい、何だったかな。家内と一緒にね、見に来ましたけども、思い出してきましたね。あれ、すごいですね。答弁する大臣みたいな感じで、私は貝になりたい。見ました。見てないです、ね。ちょっと社会もので戦争を思うんですけどね、戦犯、B 級戦犯。なんか本で読んだことがあるような気がします。はい、はい、昨日の晩御飯は何を召し上がりましたか。昨日の晩御飯はですね、はい、魚類ですね。中華じゃないんですか。はい、いや違いますね、はい。昨日は地元ですよね。昨日は地元ですね。はい、地元の会合かなんかで。はい、そうです。あ、そうですか。はい、都内で何か行きつけのお店あるんですか。都内でもご地元でも。行きつけの店はね、この議員会館のね、地下にありますね。地下の何ですか。議員食堂です。あ、美味しいですよね。美味しいですよね。お手頃ですね。そうですよね、はい、飽きないですよね。はい、はい、この番組の中で、何とお呼びしたらよろしいでしょうか。誰に呼んでいただくんですか。いやいや、そうくて、私、あ、皆さんから。あ、そうですね。あ、じゃあ皆さんから。とりあえず私は、まあ、子供の頃はね、ヒデ坊って呼ばれてましたね。いいですか、ヒデ坊で。それすごい素敵ですね。これ美味しいですね。それではここにヒデ坊とお書きください、はい、ね、こんなバカらしいことしたくねえよなんて思われてるんでしょうね。ね、すいませんね。昔の人って坊なんですよね、うん、昔の人って失礼です、はい、それでは行ってみたいと思います、はい、ありがとうございます、はい、それでは行ってみたいと思います。ヒデ坊の幸せ度数年表です。いや、こんな今まで出た方の中で一人を争う高学歴というか、ご優秀な方の部類なんですよ。そんなにあれですかね。いや、本当にもう皆さん追随できない感じなんですけども。そうですか。やっぱり神童と呼ばれてたんですか、天才と呼ばれてたんですか。いや、子供の頃はね、そういうこともなかったんですよ。いや、そんなことないと思います。絶対違うと思います。それはなんでそんなことがあるんですか。いや、わかりますよ。だってこんなね、もうそういう方っていうのは家に帰って勉強しないんですよね。あ、しましたよ。あ、しました、うん、そうですか。そうですか。でもね、性格がね、宿題を済ませないと遊びに出る気があんまりしなかった。宿題はして遊びに行くっていう。何型ですか。大型です。なんで宿題しないといけないんですか。やっぱり親がね、働いてる姿見てましたからね。お父様とお母様何やられたんですか。まあ基本はお百姓さんです。そうなんですか、うん、はい、そして秀坊が優秀なご子息ということで頑張ってたんですね。家のこともお手伝いしてしつつお勉強もされたみたいな感じなんです。よくわかりますね、そんな感じが、はい、映像が浮かんできました。そうですか。はい、本当に。そして、はい、東京大学法学部に進んで、はい、そして大蔵省に入ったわけですね、はい、もう余裕ですか。全然挫折なしできたんですか、ここまでは。ここまでも挫折というか、まあ、やっぱりこういろいろありますよね。あ、自分の思う通りにならないことがはいろいろありますね。それなんですか、彼女が。あ、そうそう、そういうのもね、ありますね。そういうのもそうですよね。ね、そうなんです、でもやはり勉強はどん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 できちゃうわけですよね。いや、そうでもないと思いますね。やっぱりそれなりの努力はしてたと思いますよ。当時の大蔵省ってどうなんですか。今と全然違うんですか。今大蔵省なくなりましたってね、財務省って言うんですよね。ちょっと金融庁に分かりましたけどね、はい、当時。まあやっぱり当時はもう今から、はい、37年ぐらい前ですからね、はい、あ、ごめん、33年ぐらい前ですから、やっぱりまだね、間違えるんですね。官僚主導的なね、要するに国史的な風貌ですね。あ、そうですか。自分たちがね、この日本を支えてんだ、自分たちが頑張らなくて誰が頑張るんだっていう、そんな雰囲気はあったと思います。やっぱ国を引っ張ってるようなイメージがあったんですか、うん、そういうイメージは非常にあったと思いますね。なんかキャリアの方とノンキャリの方でトイレが違ったっていうのは本当ですか。それは昔はあったかもしれませんけど、我々の時はなかったですか。なかったですか、うん、でもあんまり口聞いちゃいけないとか言いました。そんなことないですよ。あ、そうですか。後ろに書いてあるとキャリアとかね。
そんなないですか。そう、大丈夫ですか。何かの椅子じゃないですか。すいません。はい。でもお見合い写真とかこんな積んであるっていうのはよく聞くんですけど。まあそれは多分ね、いろんな方が持ち込んでくるっていうのがあったと思います。ありましたか。ヒデ坊にも。僕のためにはないですよ。ないですか。僕はでも2回ぐらいさせてもらいましたけどね。お見合いを。はい。その一人が奥さんとか。いや、その一人は関係ないです。あ、本当ですか。はい、その一人じゃないです。うん、まあ家内も紹介してもらいましたけど、どなたでしょうか。田舎の人から。あ、ご地元で。うん、そうです。そうですか。やっぱり選挙に出るつもりでその頃から。知ってます。え？いや、私の方は知ってますかって知らないですよね。あの先生をされた方だっていうのは。あ、そうそう、はい、先生もしてましたけどね、はい。なんか有名人なんですか。いや、全然有名じゃないですけど。いやいや、知ってて言ってるのかなと思ったけど。あ、そうですか。こうやってあの国会に出るつもりで結婚されたわけではないんです。じゃないですね。はい、ピュアな気持ちで。どっちがですか。ヒデ坊が。ヒデ坊が。私はまあもうピュアで、うん、あ、まあこの人ならあいいかなって。将来土地出るから何ヘクタール持ってるからとかそういう計算はなかったんですか。そうなかったですね。あ、そうですか。うん、はい、はい。そして、ここでガッと落ち込んでるのは何でしょうか。これはね、就職してからですね、はい、しばらく落ち込んで。ちょっと どうされたんですか。やっぱりちょっと仕事がね、厳しいというか激しくて。どう激しいんですか。いや、もうとにかく時間もものすごく長く拘束されますしね。へえ。それからまあこの当時やっぱりね、この辺から少しあの失恋も何回かありましたね。あったんですか。あ、当時の役にはモテないんですか。まあ、役人がモテないということでなくて、私自身じゃないでしょうか。役人の中でもモテる人はいたと思います。はい、だって三島由紀夫が先輩ですもんね。三島屋さん本名はね、平岡って言うんですよ。あ、そうですよね。平岡君立てって言うんですけどね。そうだ、はい、私は3人目の平岡ですね。じゃあ、はい、孫ですとか子息ですとか言いたいですよね。あ、いや、冗談には言ってましたけどね。あ、それあの合コンネタでいいですよね。 おじさんですとかね。はい。あ、そっか。そして、結婚された時はインドに赴任されたんですか。結婚してね、はい、しばらくしてですね、結婚して、はい、ちょうど10ヶ月後に子供が生まれて、それから合わないです、ね、3ヶ月後に、インドに赴任したんですね。そうなんですか。はい、だからこうインド行ってるのがちょっとこう下がってるんですか。あ、ちょっとブルーになってるんですか。うんうん、どうしてですか。計算が。いや、計算じゃなくて、やっぱりね、あのインドという国で生活するということの厳しさね。あ、特にあのやっぱりちっちゃい子供を抱えているとね、そうですよね、まあ、いろんなあの病気とか不安なものがありますよね。いろいろあるからね、非常に緊張して生活してたと思いますね。あ、そうですか。はい、ただね、こう第二子はね、はい、やっぱりインドで生まれたんですよ。インドのね、あのイギリスの高等弁務官の付属病院というところで、まあ、生まれたんですけど、はい、まあ、その頃になるとね、少し今インドの生活にも慣れてきたし、ということでこの2子が生まれた時にもう一回ちょっとね、見ながっていたということですね。やはりこう何がインドというと思い出されますか今。まあ、いろんな何年もいらっしゃったからあれですけども、一言で言うとなんか驚いた。巨大な貧しさですよ。まあ、最近ちょっと年収が上がってきたというね、話を聞いてますけどね。でもそれはね、やっぱり一部の人でね。ああ、そうですか。はい、私たちがいた頃はね、インドはですね、8億ぐらいだったですけどね、人口が。今やもう10億を超えしてますからね。すごいですね。すごい。毎年ね、1500万人ぐらい増えて。あ、本当ですか。毎年東京都が一つ増える。ね。すごい。みんな産んじゃうんですね。そうそう。そのくらい幼児死亡率も非常に高いですよ。あ、そうですよね。うん、そんな中ですよね、ヒデ坊はもうね、うん、超お殿様として行かれたわけですよね、やっぱり。お殿様じゃない。ね、あのお手伝いさんもいらっしゃって、大使館勤務だったんですけどね。そうですか。外交官だったんだけども、やっぱりあのインドの厳しい生活っていうのは、そういう立場でも感じましたね。あ、そうですか。はい、今やはりインド料理とかあんまり食べたことないですか。いや、やっぱ好きですか。やはりインド料理は好きですね。あ、そうですか。はい、はい、そしてここでは地方勤務ということで、これ税務署長かなんかでして。税務署長はね、はい、27歳、ね、ああ違うんですか。すいません。この地方勤務はね、はい、あの名古屋と、ええ、ね、さっき名古屋市長の話が出ましたね。はい、それからね、まあ、あの同じ地方は地方でも東京ですね。はい、はい、東京の地方部局ということですね。結構上がってますね、これなんかいいことあって、ね、それはまあ非常にね、大事にしてくれますから、仕事もあのなんかこうね、部下になった人たちがみんなやってくれるっていう。ああ、じゃあ何されてるんで、ハンコ押すだけ。いやいや、
あのやっぱり対外的なお付き合いですね、はい、あ外交ですね、高度な、ねえーえー、判断、あ、はい、じゃあもう名古屋の夜何でも知ってますね、はい、あんまり知りませんけどね。そしてこれちょっと40歳で前後で落ち込んでますけども、はいはい、ここはね、まあ、わざわざ書いたんですけど、内閣法制局っていうのはね、何ですかそれは、知ってます、知らないです、知らないです、何するんですか、その人は知らない役所なんだけど、はい、まああの政府がね、はい、法律をこう作るんじゃなくて提案するんですね、国会にね、はい、その提案するときに、チェックをするんです、この法律で、問題がないか、ね、矛盾がないか、文書が間違っていないか、憲法と照らして大丈夫か、そういうのをチェックするところなんですよ。だからものすごくね大変な仕事なんです。でも一字一句ってやつですね、その役人のあの一言でだいぶ大きく解釈が違うとか言うじゃないですか、うん、それをうまくごまかしてたっていうか、ね、役人トリックを使ったと、ね、私はあの厳しい方ですからね、ごまかすんじゃなくてごまかされないようにすると、あ、そっか、そっちの方ですね、はい、はい、これはやっぱりしんどかったんですね、仕事的にね、そうそうそう、 しんどかったんです、はい、そしてここら辺でお役所を辞めようという意識が、辞めようじゃなかったんですけどね、まあ、市長選に出ようということで、うん、市長選に出ようでもなかったんですけど、まあ、ちょっとこういろいろあるんですけどね、いや、まあこの辺がね、大体この辺あたりからね、まあ役所批判っていうのはすごく世の中に高まってきてね、でこんなに勉強してきて、なんで俺たちこんなこと言わなくちゃいけないんだろうっていうのをいっぱい思ったでしょうね。そんなことは思いませんかね。そうですか。でも やっぱりあの、この今役所にいることで、やりがいのある仕事ができるんだろうかな、あ、ちょっと悩んだ、それから政治家を見るとちょっとまあこんな人が日本をリードしてていいのかなと思いますよ、ね、いろいろ疑問に思ってた時に、ね、まあ、あの私の郷里のね、はい、方々からあの市長選にぜひ出てくれないかというような、まあね、呼びかけがありましてね、でいろいろ悩んだ末、ね、あの意思決定をして、そうですか、で出たんですよね。でも負けちゃったんです。ここで初めての挫折ですよね。一番こうテンションが下がってますね、やはり。あ、ちょっとあの固まっちゃったかな、まあ、まあ、まあ負けたことはすごくショックだったけどね。でも言い忘れたんですけども、ヒデボーはですね、弁護士さんなんですよね。そうなんです。すごいですよね。大蔵省に勤めながら弁護士の資格を取ったということですか。いや、大学の時に。あ、大学の時に。ええ、あの試験は取って。すごい。まあ、あの、まあ、試験は運ですよ。いや本当に。はい、あ、この早川さんの弁護士さん、ね、この方もね、そうですもんね。槙原さん、ね、あ、そうですか、あ、知らないですか、早川さんは言ってるんですよね。あ、そうですか、すごいですね。いえいえ、はい、そういう方が初めてこう、ね、うん、初めての挫折、どう思いました、ぐれました、失恋時の方が、いやー、一番一番これ下がってますよ。これは結構世間を恨んだんじゃないですか。いや、そんなことありません。大丈夫ですか。やっぱり自分の努力が足りなかったな、自分の力が足りなかったな。そんなもんなんですか。あの、まあ、今となってはあまり珍しくないかもしれませんけど、はい、あの負けた日の翌日ね、朝、はい、駅前に立ってね、あ、立ったんですか、立って、あ、お世話になりました、皆さん本当に申し訳ありませんでしたってやりましたね。だ、普通はなんか恥ずかしくて、負けて恥ずかしくて寝れないっていうことらしいんですけど ね、なんか私はその朝目が覚めて、あ、それ前もずっとで立てたもんですからね、あ、習慣で行かなくちゃと思って行きましたね、はいはい、そして衆議院議員初当選ということですね、はい、はい、でもここでも挫折がありますね。ああ、そうですね、はい、挫折っちほどもあったんだけど、こちらは3回目 の、 あの、はい、選挙の時は郵政民営化解散総選挙でね、はい、この時に、まあ、全くの新人の人とやって、福田義子さんですよね、出ましたよこの番組にも。あ、出てくれたんですよ。そしたら、あの今市長じゃないですか。そう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 。ちょっと若いんですよね。ええー、うん、それはあのヒデボーショックっていうか、あれですよね、うん、一言では言い表せないですよね、まあ、はい、言い表せないけども、まあ本当にあの、まあ、悔しかったですね。そしてその福田さんは588票差ですね、はい、そんな僅差ですか、うん、それでまあ比例区の方で復活当選をしたんです。ですからまあ一応つながってはいるんですけどね、はい、あ、そうだったんですか、うん、いやでもね、復活、比例復活すれば全然問題ないですよね。まあ問題はないっちゃ問題ないけど、あの、まあ、しかし悔しいじゃないですか。でそうですよ ね、確かに、はい、これ吉子さんがあのね、
告示の9日前ぐらい決まったんですよ、ようやく。本当ね、すごい。候補者になることがね。恐るべし郵政解散選挙でしたね。うん、そうですか、はい。そして今は、あのね、ライバルもいなくなり。ついでに聞いてください。この保険戦闘戦でここでもう一回上がってますから。はい、はい、ここでどうぞ。ここはなんで上がってらっしゃるんですか。いや、だから今度はね、はいはい、あの時に市長選挙で当選した福田芳子さんが、はい、まあ、市長選挙があるの で、 で、ね、まあ、あの辞職しまして出たんですね、はいはい、で補欠選挙をやることになった、はい、それは去年の4月の27日ですよ、はい、それで私がですね、はい、まあ、別に出る必要もなかったんですけどね、もともとバッジはつけてらっしゃるバッジつけてたし、ね、任期が伸びるわけでもないから、ね、同じ任期だから、はい、だけど、まあ、588票差で負けたという、その思いというのは私だけじゃなくて、ね、私を応援してくれた人たちの中でもありましたから ね、 ここはぜひ挑戦をしたいということで挑戦しまして、いや、男じゃないですか。で、ね、でこれバッジがあるでしょ、はい、この後ろにね、皆さん知ってもらう、はい、これ字が書いてあるんですよ、知らないです、まあ、そうなんですか。これね、第44回選挙って書いてある、はい、第44回、はい、で私これをね、2つ持ってるんですよ。へ、だから比例区で当選した時と補欠選挙当選したで、あ、すごい、言いたかったのはね、はい、なんか比例区を辞めて小選挙区で立候補した人で今まで当選した人一人もなかった。じゃあ初のバッジ、初の2個バッジ、すごい、2個バッジ。でもこの地域の方はみんなバッジのこと話すんですね。申し訳ないんですけど、うん、福田芳彦さんも子供が生まれるためにバッジが市会議員、県会議員、衆議院で、うん、次生まれたらどうするんだろうなんて言ってたら市長になっちゃったんです。すいません、いや、知事かな、大丈夫ですよ。いろんな種類集めて、いつか参議院とかね。すいません、ライバルの話で。でもね、すごいですね、588票、ね、ライバルじゃないんですよ。あ、そうですね、うん、もうね、でもこの間の選挙でまた顔を打ってよかったじゃないですか。どうですか。大変注目された選挙だったので、しょっちゅうあのね、ヒデボーの顔が新聞に載ってましたので、はい、拝見させていただきました。はい、はい、それでは一回締めたいと思います。ヒデボーの幸せ度数年表でした。教えてヒデボー、すいません、ヒデボー、はい、呼ばせていただきました。はい、恐る恐る。さあ、今日の、持ってきた質問はこちらです。庶民のためにというより将来安泰な世界だから議員になったのが本音ですよね、という質問をする人はどう思いますか。という、ちょっと答えにくいような不思議な質問をいただきましたけれども、まあ、そういうふうに見えちゃうんですかね、ってことでしょうね。そんなに楽な仕事だとも思いませんけど、やっぱ結構ハードですよ。そうですよね。あ、まあ、確かに僕もでも、いろんな議員に お会いして話を聞いて、うん、あ、大変なんだって思ったんですけども、うん、正直一番最初は何も知らない時はやっぱ大変じゃないイメージ。うーん、なんか確かになんていうのかな、いるだけみたいなイメージ、うん、で悪いことしてんだろうみたいな、失礼な話、僕のイメージだったんですよね。もちろん僕の中で変わってきましたけれども、うんうん、まだまだそういうふうに思ってる方もきっと多いのかもしれないですね。うんうん、まあ、テレビに、ね、出るとか新聞に出るっていう場面っていうのは、はい、結構議員がたくさんいても、まあ、限られた人だけですよね、はいはい、だから普通の議員が何をやってるかっていうのはなかなか見えないと思いますけど、前、あのフラッシュっていうね、あの写真週刊誌にね、はいはい、あの代議士480人を勤務評定するっていうのがあって、私2番目だったんですよ。1番目が安倍智子さんの2番、私は2番目だけどね。でそれは何をこうやったかというと、委員会での発言も、あの文字数が何回あったとかね、委員会に質問した回数が何回あったとか、質問収集何回出したとか、議員立法何回出したとか、はい、そういうのをこう点数化してね、こうダーッと並べたやつなんですけどね。優等生ですね。いや、優等生というのは本当にあの自分がやらなきゃいけないということがあれば、もういくらでも仕事がありますよ、うんうん、で、まあ、やりたくなければサボってようと思えばいくらでもサボれる、はいはい、ただいくらでもサボればそれなりの仕事は多分できないだろうし、うん、まあ、次の選挙も多分通らないんじゃないかなと思いますけどね、はいはいはい、じゃあご質問に戻ると、まあ、安泰な世界では別にない、それはいつ落ちるか分かりませんし、そうですよね、はい、っていうことですよね、はい、じゃあそこを、分かってほしいと、分かってほしいってのもおかしいですけど、うんうん、まあそういう世界じゃないんですよと、うん、まあ、やる人、やる気があれば忙しくもなるしということですね、うん、はい、はい、お分かりいただけましたでしょうか。以上、今井がお伝えしました。
サイコロコーナー。2番、夢の話です。夢の話夢の話です。これはもうあれですね、政治家ならね、政権を取って、ね、与党になって、そしていずれは総理大臣として、この国の将来を、ね、当然ですよね、どうしていくのかっていう、そこに、ね、当然ですよね、夢を叶えていきたいという、そんな気がしますね。でもみんな他の議員さん幼稚園に見えるでしょう。いや総理大臣って言われた方いました？いや結構いますよ、ま、総理大臣になりたいって方は。あ、なりたい、なりたいって方は。総理大臣になるのが夢じゃないぞ、総理大臣になって、ね、この国の将来を築いていきたいってことですね。どんなビジョンですか？この前ね、ちょっと合宿しましてね、去年のね、民主党で、民主党の勉強会仲間とね、はい、東亜湖サミットがあったんですね。 ありましたよね、それの向こうあって支笏湖サミットっていうのがありました。支笏湖で、はい、それでね思いやりの国日本というのをね、はい、作ったんですよ、で一応発表したんですけどね、はい、あんまりマスコミも取り上げてくれませんでしたけどね、はい、だけど野党はね、今はね、まあ、国の外に対しても国の中においてもね、思いやりのある、そういう国づくりをしていきたいと。そうですか。いうことでした。はい。いやでも久々の代議士の方登場ということで、ずっと参議院の方だったんで、どうですか、西松問題以降結構風当たり厳しいんじゃないですか。うん。まあ僕たちのね、直接のこう周りにいる人たちは、まあ小沢代表をまあ好きな人と批判的な人いますね。うん、まあそれぞれやっぱり好きな人はやっぱこんなことで負けちゃダメだから頑張れ。言いますね、はい、でまあ、批判的だった人はねやっぱりこの際変わってもらった方がいいんじゃないかということを言われますね。言われますか、ちなみにだけど、はい、それよりまたさっきの人たちがね、どういう状況かっていうのはやっぱり非常に分かりづらいです、私たち今。そうですか、はい、まあ、やっぱり周りの人たちが伝えてくれるところによると、結構厳しいですよっていう声はありますね。そうですか、ヒデボーはちなみに選挙ポスターどなたと一緒に写ってらっしゃるんですか？今2連ポスターになってるんですよね、はい、2種類作ってましてね、はい、1個が、1個は小沢代表、はい、1個は菅代表代行です。これは去年のね、もう僕10月からずっと2連ポスター貼ってるんですよ。あ、そうなんですか。だからもうこの事件とは関係なしに、そういうの貼ってます。だけど、ずっと長くなってしまったので、ポスターが色あせてきたりしてるので、もう張り替えなくちゃダメですね。次をどうするのかなって今悩んでるところなんですよ。いや私地方行ってどっちのポスターに最初出会うかなっていうのが楽しみなんですよ、自民と民主で、そしてやはり大体が王が自民党なんですよ、最初に出迎えてくれるのが、で民主党がこうね薄あせたりね、してるとがっくりしちゃうんですよね、ぜひ新しいのをお願いいたします。そうですね、はいはい、別にはねどっちも応援してるというわけではないんですが、はいはい、お願いいたします、はい、では次の議員さんご紹介してください。はい、はい、もう電話ですか？はい、お願いいたします。ね、はい、どういう人が言いますか？仲いい方で、はいはい、参議院議員でね、藤谷耕新さんって言うんですけども、まあ2年前の参議院の全国比例で取ったんですけども、はい、お坊さんなんですよ。お坊さんなんですか、うん、ね、元お坊さんということで、次は大変皆さん方にとってね、なんかいい話が聞けるんじゃないですか。私も期待しておりますけどね。すみません、どなたですか？見ちゃったんですけど。あ、今の写真、待ち受け画面、あれは家内でございます。綺麗アイドル歌手かと思ってた。奥さんの待ち受け画面入れてるんでしょ。いや、これ家内が入れたんですよ、勝手に。初めて私が言ったんじゃない、課題が入れて、私も待ち受け画面の入れ方が分かる。2人目ですよ、民主党で奥さんの写真入れたし、いや奥さんと子供はいるけどピンはいないな、すごい。もしもし、あ、平岡秀夫です。あ、どうも、先ほどちょっとお願いしました三輪チャンネル突撃永田町っていう番組に次に出て、はい、三輪チャンネル、はい、すいません、はいはい、ちょっとあまりまだ有名じゃありませんけど、すいません、はいはい、頑張ります、はい、じゃあ、はいはい、よろしくお願いします。また連絡が参ります、事務所の方に。すいません、はい、よろしくお願いします。はい、ちなみにですね、そのお寺にはですね、奥さん綺麗ですね、
お寺にはですね、あれがあるんです。あの宇野千代っていう女流作家知ってます？はい、知ってます。あの人のお墓がありますね。あ、宇野千代さんのお墓があるんですか。はい。はい、どこのお寺かまた会ってから聞いてみてください。はい、かしこまりました。はい、それではバトンにサインをお願いいたします。はい、どこどうしたらいいですか。あ、どちらでも好きな方に。あ、この近野さん、どこでもいいですよ。じゃあ近野さんから。ちなみに奥様おいくつなんですか。私より、4学年下ですね。はい。すごい綺麗ですね。今のボケてたんですよね。いやー、私びっくりしちゃいました。すごい、奥さんが入れたんですか、ご自分で。違いますよね。うん、入れ棒が入れたんですよ、ね。いやいや、僕はそういうの趣味ないんです。いやー、すごいですね。あれなんか例えば、まあ、秀坊は行かないですけど、クラブとかね、女性がいるところでパッてあれ開けたらみんな引いちゃいますよね。はい。それが奥様の作戦ですね。はい。それでは、いただきました。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、行ってまいりました。はい、行ってきました。というかもう、まだ出たばっかり。平岡秀夫先生です。ね、久しぶりの衆議院の先生で。そうですよね。ある意味新鮮。イニシャル HH で。マリンボール。MM みたいな感じで、そう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 、まあ、それを武器にしてるかどうかはあれですけどね。でもね、ああいう高学歴でね、ずっと上級に来た方が、そうですね、選挙って怖いなと思いますね。確かに気にされたこともあって、まあ、そうですよね、まあ、それよりもなんかある意味皆さんがガチガチで、ガチガチ緊張しちゃったのかな。なんかそんな感じでしたけどね。学歴にやっとされちゃった。大丈夫です。はい、はい、次回は藤谷浩信先生。はい、楽しみです。次は参議院ですね、また、はい、浄化されに行きますね。そうですね、はい、なんかいい話をいただきに、はい、はい、次回もよろしくお願いします。お願いします。以上、今井がお伝えしました。